今回西村さんといつチームの面談、僕最初に西村さんと面談させてもらって、一応ルールで決めてたんですよね。なんか全員がなんか働きたいと思える人だけを採用しようっていうルールを最初僕と塚谷さんと杉本さんと名村さんであと涼介で決めたんですよ。それが一応条件なんです。全員がもう満場、最初はこだわろうと、満場一致でいこうと、仲間と思える人だけをやろう、集めようっていうんでやったら、西村さんにも僕らのチーム一応そんな感じで決めさせてもらってるんで、なんか全員と面談してもらっていいですかみたいなこと言って、全然いいですよみたいな感じで面談行った時に、まあ、スラックがざわつきましたからね。一般応募フォームで応募したんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんです。同時ってことですか。最初見落としてたんですよ。400人ぐらいあってしかもそのうちに同時だって、だってカタカナでひろゆきだったら分かるんですけど、漢字なんですよ。誰も気づかない本名が全然連絡ないから、うわスルーされたでざわついたんですね。でも名村さんが一言、逆面談になりそう、てん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 俺ら面談することあるみたいな Please follow it! Follow it!